こんにちは、言語化プロデューサーの岩見です。今回は自分のやりたいことが見つからないっていう人のために、自分のやりたいことを言語化する方法というのを紹介していきたいと思います。自分のやりたいことが見つかってないっていうと、なんなく若い人が対象かなっていうふうに思うかもしれないんですけども、意外に年取ってても関係ないんですよね。仕事でやらなきゃいけないからやってるけども、別にそれがどうしてもやりたかったとか、こう一生それがやりたいっていうふうに思ってるわけじゃないんだよねっていう人が結構多いんじゃないかなと思います。そういった方たちが最近副業であったりとか、あるいはセカンドキャリアみたいな感じ、あるいはこう老後どういうふうに生きていこうかなみたいなことを考えた時に、あれ、自分って何がやりたいんだっけ、この先の人生どうやって生きていこうみたいなことにふっと気づくみたいなことが最近すごく増えています。実際私も会社を辞めたんですけども、その会社を辞めるとき、よしこれで起業しようとか、もう今後の人生これやっていくんだみたいなすごい決意があったわけでは実はないんです。人生100年って言われている中で、私の人生このままでいいのかなっていうふうに考え始めた時に、いやいやちょっと待て、このままでいいとはとてもじゃないけど思えない、このまま死んでも絶対後悔しないなんて私は言えない、そういうふうに思ったんです。だから私の場合は勢い余って会社を辞めちゃいました。辞めてから1年間戦略的プータローという期間を経て、自分の中で何をしたいのか、私は何を望んでいるのかっていうことをたくさんのインプットをしながら、あるいは自分の中での内省をすごく繰り返していく中で、私これがやりたいかもっていうものにやっと出会えたっていうところが本当ここ最近なんです。なので自分がやりたいことがうまく見つけられない、なんかどうしよう、なんかみんなすごい楽しそうにやってる、私だけやりたいものがないみたいな感じで焦ってしまう人の気持ちめっちゃわかるんです。たくさんの本だったりとか、たくさんのやり方がありました。そんな中で私なりにこういうやり方だったらちょっと出やすいんじゃないかなと思うことにまとめたので、それを今回は紹介していきたいと思います。やりたいことがなかなか見つからないとき、どうやって自分のやりたいことを探すのか。方法その1、自分が憧れる人、自分がいいなって羨ましいと思う人、その人が何をやっているのか、その人のどこが羨ましいと思うのかをしっかりと言語化していってください。また同時に、この人のこういうのは嫌なんだよな、こういう風にはなりたくないよねっていう、まあ、反面教師みたいな人もきっといると思うんです。こういう風には人生を送りたくないみたいな、そういうのもちょっと書き添えておくと参考になると思います。なので極端にこういう人になりたいなっていうパターンと、こうはなりたくないと思うパターンを両方書き出しておいて、それのどこがいいと思うのか、どこに憧れているのか、あるいは逆にこういうのは嫌だっていう時に、こういうのっていうのの具体的な何が嫌なのか、どういうふうになりたくないのかっていうところをしっかり書いてみてください。続いて自分のやりたいことを見つける方法のその2、小さい頃に大好きで夢中になってたこと、親にもういい加減にしなさいって怒られるまで続けていたようなこと、あるいは夢中になってもう夜が明けるまでずっとやってたようなこと、そんな風に小さい頃夢中になっていたこと、あるいは学生時代とかでも構いません、そういう若かった頃に自分がすごく夢中になっていたことはどんなことなのか、そういったこともちょっと書き出してみてください。そして3つ目が、今現在あるいはまあ直近とかでも構いません、実際に自分が仕事をしていたりとか、まあ、最近やってることであったりとか、そんなことで構いません。そういったさまざまな活動の中で、これをやってる瞬間がすごく自分は好きなんだっていうものが何なのかっていうのを書き出してみてください。仕事っていう、こう大きな括りになってしまうと嫌いみたいになってしまったりとか、もうそれが嫌なんだよなってしまうかもしれないんですけども、本当にもう見るのも触るのも全てが嫌みたいな感じであれば、多分もう続けられてないと思うんですよね。そうではなくって、今なんとか続けられてるっていうのは、その中でも結構嫌いではない、あるいは楽しいみたいなことがちょっとあったりするんじゃないでしょうか。そういったものは何なのかっていうのをぜひ見つけて書き出してみてほしいんです。あるいは仕事が終わってから土日みたいな時間にやっていることで、もう大好きな時間、楽しみにしている時間みたいなのがあったら、そういう時に何をしているのかっていうのを書き出してみてください。今3つ書き出してほしいことを言いました。その時の
大事なポイントがあるんです。それは名詞ではなくって動詞で書くことというのを心がけてください。自分が憧れる人、こんな風になりたいなーなんて思っている人のどんな部分に憧れるのか、どんな部分がいいと思うのかっていうことを、その人が何をやっているのが羨ましいと思うのか、何をやっている姿がかっこいいなっていうふうに思うのかっていう、その人がやっている行動、アクションを動詞でぜひ答えてください。同様に小さい頃夢中になってやっていたこと、学生時代にハマっていたこと、あるいは仕事で楽しいと思うこと、今土日仕事が終わった後の時間に夢中になってやっていること、そういったことを動詞で書いてみてください。好きなことを動詞で言うっていうのをちょっと分かりやすく言うと、例えばこうてっちゃんって言われてる鉄道オタクって言われてる人たちがいると思うんですね。でも鉄道オタクって言っても、鉄道を見るのが好きな人もいれば、その切符を集めるのが好きな人がいたりとか、あるいはこう写真撮るのが好きだったりとか、もうひたすらこう乗るのが好きな人だったりとかって言って、全然こう同じ鉄道っていうのが好きって言っても、その中にはこうやることが全部みんな違うんですよね。このやることが違うって、つまり動詞が全部違うんです。見るであったり、乗るであったり、集めるであったりとかっていう動詞が違うんです。なのでこの同じ好きっていうのを鉄道って言っちゃうと、なんかふわーって広がっちゃうんだけども、その中でも動詞で表現した瞬間にすごくこうちっちゃいポイントに定まりますよね。そうすると自分が本当に何をするのが好きなのかっていうことが分かりやすくなってくるんです。私は一時期すごく憧れてる先輩がいました。その方はコーチングをやってる方だったんですね。なのですっごいこんな人になりたいなと思ってたんです。で、じゃあ改めて彼女のどんなところに私は憧れたのか、どんな彼女の行動になりたいっていうふうに思ったのかっていうのを考えてみると、彼女が私にしてきた問いかけの力がすごかったんですね。なので私は彼女みたいなこう人の心の奥底にブサッとぶっ刺さって、それをこうえぐり出すようなすごい問いかけができるようになりたいっていうふうに思ったんです。なのでそのために必要な心理学であったりとかコーチングみたいなものを学ぼうっていうふうに思ったんです。同じように私は小さい頃すごく漫画が好きだったんですね。で、漫画が好きだったんですけど、じゃあ漫画のどんなことが好きだったのか、どんな行動だったのかっていうと、漫画を読みながらすごくこう妄想をするんですよね。だから妄想するっていうのはこう、実はこうだったらああだったらっていうふうに、こう現実ではない世界を考えるみたいなところがすごく好きだったんです。つまり今ある現実ではない新たな世界を作るみたいなことが私はすごく好きだったんです。多分そこにはこう今現在のこう幸せとはちょっと程遠いような自分、満たされてない自分みたいなのがいて、そうではないこうもっと幸せな自分、もっと素敵な未来みたいなのを作りたいっていう思いがすごく強かったんですね。で、実際にその思いがすごく強かったっていうことが、こう雑誌の編集っていうのをやってた時に、あれってこう新しい何かをクリエイトするコンテンツを新しく考えるっていうところでは、すごくある意味こう妄想っていうところと近いものなんですよね。なので私その後出てくるその実際自分がやってる仕事の何が好きなのかっていうところで言うと、企画を考えるっていうのがすごく好きだったんです。雑誌の編集っていう仕事の中にはたくさんのこうタスクが出てくるんですけども、その中でも特に何が好きだったって言った時に、やっぱり企画を考えるっていうところが一番好きだったんですよね。もちろんその次に、実際に取材の現場に行って、たくさんの人に話を聞く、たくさんの人たちと触れ合うっていうのがすごく2番目に好きでした。今の動詞になってるの分かりますか？企画が好きなんじゃないんですね。企画を考えることが私はすごく好きだったんです。で、それは多分小さい頃の漫画が好きだったっていう、その妄想するのが好きだったってとこと実はこうすごく近しいんだなってことが後で分かりました。そして私はいろんな人に会って話を聞くのが好きだったんです。人に会ったりとか話を聞いたり、そういうことが好きだったんです。そして自分の好きなことが動詞で表せるようになった時に、好きなことをより抽象化した言葉で表せるようにしてみたいんです。例えば私は漫画を読むのが好きでした。漫画を読むっていう行動なんですけども、漫画を読むってどういうことなんだろうっていうと、
妄想するっていう世界観なんですよね。いろんな現実ではない世界のことを考えることが好きなんだっていうことなんです。もちろんその漫画の世界にインスパイアされたことで自分のこう頭の中でこう妄想を繰り広げるっていうところなんですけども、だからこう自分で新たなこう別のバーチャルな世界を作り上げてるような感じなんですよね。まあ、実際にじゃあそれで私こうじゃあ物語みたいなのを作れるようになったかっていうとそっちではなかったんです。ただ私の場合はその物語みたいなのは作れないんだけども、コンテンツみたいなところこう様々なものとものを結びつけてなんか新たなコンテンツを作ったりとか企画を考えるみたいなところっていうのがすごく好きだったんです。新しい何かを生み出すことが私はすごく好きだったんです。すごく変な話をすると、実は私は雑誌の編集者っていうのを長年やってきてたんですけども、実は雑誌って全然自分では個人的には全く読まないし、雑誌大好きとかっていう人間ではなかったんですね。なんでこんな人間が雑誌をやってるんだって本当自分でいつもこう不思議でしょうがなかったんですけども、今考えればわかるんです。私は雑誌が作りたかったんではなくって、雑誌を作るってい こうプロセスの中にある企画を考える、あるいはその企画を考えてそれに合った人たちに出会ってそれをこうまとめていくっていう、そのやっぱプロセスがすごく大好きだったんですね。なのでこう出来上がった雑誌が好きなんではなくって、そのプロセスが本当に大好きだったんだなっていうことに改めてこう気づくことができました。そういうふうに考えると、編集者のプロセスっていうところでやってきたその企画を考えるだったりとか、人の話を聞く、あるいはいろんな人に出会うっていうことができる仕事だったら何でも楽しいじゃん、よりそれがいっぱいある方がよっぽど楽しくない、みたいなことに気づくようになったんです。であればより私がこうアイデアを働かせることができる場所、あるいはたくさんの人に出会ってたくさんの人の話が聞けるようなところっていうのはどういう仕事があるのかなっていうふうに考えるようになって、今言語化コンサルっていうことをしています。自分が楽しいと思うこと、あるいは羨ましいと思うその行動というものにフォーカスすることによって、自分が本当にやりたいこと、これからの人生やっていきたいと思うことっていうのは比較的見つかりやすいんじゃないかなっていうふうに思います。そしてその行動っていう動詞をより抽象化してあげることによって、業種であったりとかこうジャンルみたいなところがこう一気に幅が広がる。そうなると自分の生き方、あるいはこう仕事の選び方、これからのキャリアの考え方っていうのがすごく自由になるなっていうふうに思ってるんです。以前自己分析の動画でも紹介したんですけれども、スキルをこうどんどんこう抽象化していって、こうどんな力なのかみたいなことに落とし込んでいくと、こう結局はこう情報収集力であったりとかコミュニケーション力であったりとかっていうふうに一般化されてしまった言葉になった瞬間に、それってどこの業界でもこの力って使うよね、みたいなことになるわけですよ。そうした時にその専門的な知識っていうのはいくらでも後からこうつけられるのであれば、どんなジャンルに行ってもどんな業界に行っても私って活躍できるじゃん、みたいなことが分かるよってことを説明しました。これと同じようなことが言えるかなっていうふうに思うんです。自分が楽しいと思える時間、どんな過ごし方、どんな行動している時にワクワクするのかっていうのが分かると、今後自分がどういった仕事、あるいはどんなキャリア、どんな生き方をしていけば幸せになれるのかっていうのが見つかりやすくなるかなというふうに思います。たった一度きりの人生です。後悔のないように楽しい人生を送るために自分のやりたいこと見つけてみてください。これからも皆さんの言語化のお手伝いたくさんしていきたいと思います。よければチャンネル登録してください。ありがとうございました。